俺の区間は AW ゲーム。はい、どうも、これです。今回はですね、まあ、今日、まあ、追加でいろんなものがですね、まあ、実装されてますんで、それをちょっと見ていこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、まあ、二つですね、新規要素っていうのが追加されてます。まあ、一つ目は、まあ、バトルパスの方ですね。来月の豪華限定版車両っていうのが出ているっていう風になってますね。真理豪華限定版っていうね。これ気づきませんでしたけれど、一応ですね、まあ、ショップの方ちょっと一回行きますが、乗るものですね。この新しいガチャの車が真理って名前なんですね。全然その、見てなかったですけれど、一応そんな感じっていう風に、まあ、なっているわけなんですよね。まあ、こいつ、真理とかもそうですし、あと、ネクストゲンとかもそうですけれど、あれですよね。一応その豪華限定版と限定色二つが存在するってわけですよね。まあ、最近はなんか通常色ってのが出ないですけれど、ここら辺が今後の方法になってくるんですかね。もうなんかバトルパスの方に通常色、バトルパスガチャとか栄光ガチャの方にバンバンね通常色の車両とか追加していっていいと思うんですけどね。まあ、今月のバトルパスの終了っていうのが、まあ、2月の23っていう風になっているわけなんで、まあそれ終わった後、もうバトルパスにも通常色入れれば限定色入れられてもね今更みたいな感じはありますけれどね。うん、バトルパスのガチャとか。あとは栄光物資の方とかはね、まあそんな感じでやっていくんでしょう。特にバトルパス、トレーニング物資とかね、限定色でいいだろうみたいな、どうせ無料で回せるしみたいな感じで、まあ、公約行動運営の方は思ってらっしゃるんでしょうね。うん、まあそうなんですけれど、はい。であともう一つですね、まあイベントっていうのが追加されておりまして、まあそれがデイリーの欄にあります新しいチャージイベントですね。こちら、まあ電動チケットの方ですね。まあこれがもらえますよっていうイベントが来ているという風になってますね。これどんな感じなんかな。一回開放したら電動ガチャのチケットの方がどんどんもらえますよっていう風になってますね。チャージしたら解放なんで、まあ、一回チャージしておけば、あとはログインするだけで OK みたいな。結構これでかいですよね。ランダムで1から10枚。で、何日間分あるので、1、2、3、5日分あるんだ。10枚これ合計して、50枚出ないかな。60金券で50枚。いや、50枚は出ないだろう。ね、10枚出る人もおるんかな、これね。ほぼ1枚で終わるんじゃない？ちょ、とりあえずこれチャージして、何枚出るかっていうのを確かめてみましょうか。はい。まあ、60金券チャージで一回解放して、最低5枚もらえるんだったら、それでも美味しいですよね。5枚でもね、80×5 なんで、400金券分ですから、60金券入れるだけで、ね、入れる得点としては結構デカすぎますよね。とりあえずじゃあ引きましょうかな、こちら。まあ、1枚ですよね。1枚以外のさ、結果出た人います？これ。まあ、それでもね、5枚でも美味しいですから。まあ、皆さん余裕がある人とかは、120円だけ、まあ、チャージして、まあ、こちらの方のイベントですね。まあ、皆さんされてみるといいんじゃないのかなっていうふうに思いますね。まあ、普通にうまいことに変わりはないんで、まあ、美課金税の人とかは、まあ、こういうイベントとかを、まあ、活用してですね、まあ、チャージしていくっていうの大事だと思います。はい。で、まあ、一応ね、ツイッターの方で、まあ、聞いてきたんですけれど、いろんなリスナーさんの方に聞いたんですが、まあ、やっぱ1枚の人多いっすね。はい。たまにまあ7枚とか、まあ8枚の方いらっしゃいましたけれど、もう賞味ね、4枚以上だったら勝ちです、今回。4枚以上だったら。1日4枚以上出たら勝ち。10枚はまだ見てないと、いう風になってますんで、まあ、そこら辺皆さん覚えておくといいと思いますね。10枚はあんま出ない。4枚以上だったら勝ち。まあそれぐらいの仕様っていう風にですね。まあ全部1でも、まあうまい感じの仕様ではあるんで、まあ余裕がある人とか、まあ、特にまあクレジットカード課金で、まあ、わざわざカードでね、1000円分とか1500円分、買わなくていいですよっていう人だったら、まあ今回のイベント、まあかなりですね、美味しく回せると思いますんで、まあ、されてみるといいと思いますね。で、ちょっとこれリスナーさんに教えてもらったんですけど、今回のチケットのやつって確率見れるんですね。まあ無料分見れるわけないだろうっていう風に思っていたら、実は見れるっていうね。まあこのチケットの部分を押すと、これ見れるんですよ、こんな感じで。ね、1枚が 70% なんですね。それは1枚ばっかり出るわな。で、10枚が 0.1% っていう。0.1% ね。うん。2枚以上出るのも、まあ、30% なんで、まあ、運が良ければ、まあ、結構増えるっていうね。まあ、30% の確率っていうのを出せば、まあ、アベレージで、まあ、7枚ぐらいにはなるんじゃないですかね。枚数。そんな感じになると思いますんで、5日間合計で。まあ、なんで、やってみてもいいですよね。このイベントの方。はい。まあ、今回のこのイベントみたいな感じで、他のなんか無料分に関しましても、まあ、そういう確率表記ってしてほしいですよね。例えば、まあ、NGP のパックとか、はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね、ゲームデータを作成したことはないのですが、今後も含めて2月に実装されるガチャ、AK14 や16、クオのように金枠銃を連続して同じ種類のもので実装するケースがたびたびありますが、収益ではマイナスになるのではと思っていました。深読みとは思いますが、まあ、ああいうふうにした方が楽なのかな、みたいな。そこら辺疑問があったのですが、ぶしつけですが、僕はどう思いますか、と。
どうですかね、あれ。普通に考えて、なんかね、どうせ出すんだったら違う部位で出せばいいんじゃないのっていう風に思っちゃうのがですね、まあ、僕の正直な部分なんですよね。はい。どうなんですかね。例えば、まあ、バトルパスの金銃と、課金でしか手に入らない金銃を被せて、まあ、課金の方がいいよね、みたいな風に差別化するのはいいと思うんですよ。まあ、バトルパスって、まあ、ほぼね、まあ、無料だったりとか、まあ、微課金プレイヤーが、まあ、そのメインで使っていて。で、その、まあ、課金でしか手に入らない銃っていうのは、まあ、手に入る人っていうのが、まあ、限られるような、まあ、そんな感じの銃っていう風になってますよね。そこで差別化してくるのはわかるんですけれど、まあ、同じ課金要素で同じ部位っていうのは、まあ、あんまなんか意味ねえのかなってのは思うんですよね。まあ、次、シークレットの16と、まあ、コラボの16、今あるやつ、2つあるでしょ。まあ、コラボ16の方が、ま、若干手に入りやすいですけれど、まあ、それでもま、ガチャ60回回しとかんと手に入らんっていう風になっていて、まあ、60回だと1万円。シークレットもワンチャン1万円で手に入る可能性あるんで、そこをなんかわざわざ差別化してくる必要は、どうせやったらま、似たような見た目でね、今回のコラボの金銃とかを M4 の方にしたりとか、まあ、違う銃にしたりとかにすればいいと思うんですけれど、まあ、そういう風にしてきたってのは、僕もちょっとよくわかんないかなっていう、なんかもったいない使い方かなっていう風に思いましたね。まあ、もしかしたら、あれですね、次、コラボレーションで、その、16のスキン作るんだけれど、みたいな案を出して、まあ、いろんなプランナーとかデザイナーっていうのが、その案を持ち寄って、いろんなのが出て、じゃあその採用されたやつが、例えばコラボレーションの方に実装されて、まあ、不採用だったけれど、いい案だったやつっていうのが、まあ、違う場所で使われるみたいな、そんな感じでされてるのかもしれないですね。クオリティは高いんだけれど、案としてはボツになってしまったものを、まあ、違う別のところに実装しているみたいな。まあ、その時期的にはね、当然まあ、同じ時期に作るんで、まあ、こうやってね、同じタイミングで来ちゃうっていう、そういう感じとかは、もしかしたらあるかもしれないですね。いや、コラボの16と、次のね、18日の、まあ、三国志の16、まあ、種類被せる必要、なんか差別化するほどの差がそこにあるようには思えないんで、なんでかなってのは僕も思いましたけれど、どっちかっていうとまあそういう作業の便宜上そういう風にしたっていう、そういう側面ってのがでかいのかなっていう風に思いましたね。で、次ですね。東京リベンジャーズコラボ終わったらまたすぐコラボ来ると思いますかと。いや、どうですかね。まあ、17日終了でしょう。17日終わって、また月末とか、まあ、3月の月始の方に始めるとか、まあ、なくはないと思いますけれどね。いつもやったらそういう流れなんで。まあ、でも、中国の連休が、まあ、ちょっと被るんで、まあ、もしかしたらちょっと遅れそうな感じはありますけれど、まあ、2週間ぐらいをすぐっていうふうに思うんだったら、すぐなんじゃないですか。で、次ですね。進撃パラシュートって煙ませんでしたっけ？パラシュートの煙がなくなっているような気がしますと。なんかなってるみたいですね。何人か僕言われましたよ。進撃のパラシュートの煙が、まあ、今回のなんかね、被せたあのパクリじゃないけれど、色違いのねやつが実装されたタイミングで煙が出なくなっているっていうね、どういうことみたいな、そこ差別化した方がいいんじゃないのっていう風に思いましたけれど、いや今回のこのガチャのパラシュート回してゲットすれば進撃と同じ感じで楽しめますみたいな感じでするためにしたんですかね。わかんないですけれど、なんでと思いましたよ。で次ですね、またしても小屋のカリイベントが来ましたねと。あ、来てますね。まあ一回まとめたんで、正直もういいでしょうっていう。僕自体がね、あんま関心がないというか、出る気がありませんからね。まあなんか、工場の状態でですね、まあ、コアネカリの方受賞できますよとかやったらいいんですけれど、力入れないといけませんとかやったら、ちょっとあんましたくないですよね。自分で企画組んでやってるような YouTuber とかやったら楽しいと思うんですけれど、まあ、僕はそのタイプではないんで、ちょっとまあ難しいのかなっていう、まあ、風には思ってますね。まあなんかね、そういうエンジョイしたりとか、自分のプレイを楽しむような動画を上げてる人はワンチャンスあるかもしれないですね。まあ新規の人がやっぱり今から伸ばすっていうのがちょっと難しいようなシステムにはやっぱなっちゃってるよなっていう、既存の人に頑張らせるための数字を出させるためのイベントみたいな感じになっていて、どうなんだろうみたいな。供給ばっか増えてもね、需要が増えるタイミングやったら僕頑張るんですけれど、供給増やさんといけんみたいな、供給を増やしてねみたいな、そんな感じのイベントなんだったら、なんでそのただ働きしないといけないんですかみたいな、そんな感じになっちゃうんで、もらえるかもらえないか確定していないものに対して僕は頑張る気ないんで、そんな感じですかね。はい、確定していないメリットはメリットではないですかね。で次ですね、新春の空に銃剣つけたいんですけれど、新春ガチャ来たらつけれますかねと。いやーどうなんですかね、復刻されるんですかね。そもそも今年だって新春なんちゃらみたいなね、2022新春なんちゃらみたいな名目じゃなくて虎年なんちゃらみたいな名前でしょ。復刻されなかったらワンチャン無理だよね。いや俺もなんか銃剣つけたいなーっていう風に、ワンチャンつけれれば面白いかなっていう風に思ってるんですけれどね。なかなか僕も持ってるんですよ、拡張せずに。あれ見た目めっちゃいいっすもんね、新春の空母。まあ、AKアルファとかもすごい見た目いいですけれど、あの二つはマジ見た目良くて、銃剣も可愛いですからね。いやなんかね、あればいいんですけれど、まあ、ワンチャン2月の5日を待ってどういうラインナップになってくるかっていうのを見ときたいですけれど、まあ、あんまなんか
どうなんだろうっていうね。で、次ですね。オレンジジューチケットナイスです。でもダイヤ入手困難なのと、もし何かしらでダイヤガチャ来たらきつそうなので、必要な時に回そうと思っていますと。ね、ダイヤまあ入手難しくなりましたよね。ただオレンジジューチケットも大事なんで、いや、なかなか迷わせてくるようになりましたね。もうちょっと、あと一つぐらい選択肢の方が、ダイヤに関しては出てくれるようになると、もっといいのかなっていうふうに、まあ思いますね。はい。でもなんか僕、ダイヤね、ちょいちょい増えていってるんですよね。前回もダイヤ消費して、20番ぐらい使って、残り10万になってから、で、今回また20万増えて、20番分消費したわけでしょ。なんかね、なんやかんやでダイヤ増えていってるんですよ。なんでかわかんないですけれど、ダイヤ増えていくんですよね。なんか謎ですよね。ガチャで被ってないのに、なんかの要素で増えてるっていう。なんか、でもダイヤ増える要素あったかなと思いながら、まあ、見てますね。はい。一応ね、まだ体験とか全く使わずに取っていて、体験全部使うとね、それもなんか20万とか30万ぐらい、僕ダイヤ増やせるんで、まあ取っておくべきですよね、いろんなものは。貯金って大事ですよ、これから、本当に。